はい、皆さんこんばんみーぐつでございます。今回はね、サバイバルアドベンチャーかな。まあね、物語はですね、主人公の、まあ、女の人がね、まあ、どっかのなんか種族なんですけども、ある村に帰る途中、嵐に遭遇しまして、船がね、まあ、沈んでしまって、漂流してしまうんですよ。ほんで、漂ってるうちに、違う世界に、まあ、行ってしまって、ほんで、そこの中で、まあ、帰る方法を探しながら冒険するっていうゲームです。まあ、漢字的に言ったら、風のタクトに近いのが、まあ、風のタクトって、海をね、ちょっとこう、全体ほぼ海なんですよ。で、島がどこどこあって、そこを行きながら、まあ、サバイバルします。体力とかも、お腹のね、まあ、ゲージとかそんな少ないんですよ。他のサバイバルに比べて、かなり少ないんですけども、結構シビアなゲーム内容でして、モードも選べまして、まあ、カジュアルから、まあ、一番簡単なやつだと、アイテムがね、死んでも減らないとか、まあ、一応決めれるんですよ。まあ、普通モードとか難しくなると、まあ、アイテム、死んだらアイテムなくなって一番最初がやり直すとかね。まあ、そんな感じなんですけど、まあ、ちょっとね、チャプターとかストーリー進めたいので、まあ、簡単モードにしてるんですけども、あらかじめもやってまして、もう、チャプター2に入ってるんですよね。で、これもかなりシビアでして、左上にね、ゲージが今出てきたんですけども、上がね、体力で、下がね、スタミナゲージ&、まあ、腹減り言うたら、まあ、食料ゲージですね。これがなくなると、お腹が空いてね、力が出なくなります。このゲージはね、ずっとこう、歩いたりするとこうね、減っていくんですよ。まあ、サバイバルなんで、まあ、敵を倒したり、まあ、肉をゲットしたり、木の実を食べてね、お腹回復しながら、海をさまよって、まあ、マップはね、チャプターごとに少ないと思う。これぐらいなんですよ。で、これをね、行ったり来たりして、このマップにある上の青いやつ、3個あるじゃないですか。これを集めて、ある場所に行くと、門が開かれて次のチャプターに行けるんですよね。で、まあ、チャプターごとになんかギミックがあって、チャプター1になかったギミックはこの、なんていうの、真ん中にこの鬼みたいな、豚みたいなマークがあるんですけど、こいつを、なんか、中ボスみたいなやつがね、出てきて、それを倒すと、ある場所で、起動、スイッチが起動して、進めるのあったりします。で、こうやって、これが、あと、全部海です。でね、今もほとんど食料もなくて、このゲーム、他のゲームと違って、リスポーンがね、だいぶね、少ないです。で、まあ、クラフトしながらね、こうやって、武器とかね、あとアイテムとかクラフトしながら進んでいくんですよ。アイテムがね、ほとんど持っていける個数が少なかったり、まあ結構ね、難しいんですよ。チャプターごとに、スキルが解除されて、自分のね、能力が買い替え、まあ、上がると、まあいろんなものを持っていけたり、することも増えていくんですよね。で、希望となるのは、これ船。まあ最初ね、草の船とから今竹に変わったんですけども、竹を作って、こう船を作って、船でもね、船で作ると、そんなに進まなかったりするんで、帆を作ったり、そのまま帆を置っとくとね、流されて船がどっか行っちゃうので、この、怒りをつけて固定させたり、まあいろんなことをできます。で、ちなみに、このモードでは船がなくなると死ぬことはないんですけど、他のモードでは、ね、船がなくなると、やり直しです。なので、船大事です。船ね、体力あるので。で、これもすごいんですよ。今からちょっとね、もうここ、もうほぼアイテムがないので、次に移動します。まあ、この何もないとこに向かうか、もう、あと一個取ったら、ある場所で、次のチャプター解放されるんで、まあ、ちょっと、で、海をね、ここら辺ちょっと行きたいなと思って。で、これもすごいんですよ。これをね、出すの、そのまま行かないで、まず押します。押す。ぽい。で、ちゃんと出さないと、こう、怒りがついてるところでは動かないので、よいしょ。で、海の中ではね、すごいスタミナ減るので、早いこと乗って、これ向こう向いてるからな。まず、出航するにして、で、向いてる方向に進むんですよ。で、まず、砲を上げます。まあ、これまず、マップ見ると、風がね、コロコロ変わるんですけども、今言うと右下に吹いてるので、まあでもそれ逆いながらか、それの方向行くかやね。で、砲を上げます。砲を上げると、ごめん、無理やった。
だいぶこっちに寄りすぎた。こう自然で波がね、自然で動いちゃうので、そうそう。ちょっと、もうちょっと奥で、そうそう。喋ってる間にね、波で押されて、そう、勝手に行っちゃうのでしょ。これでも、無理じゃん。ちょっと待って。火炎と、よいしょ。岩とか難しい。体力なくなるんだ。これで、よいしょ。これで、あとは、Y とか押して、頬をこう変えます。はい。バイ。よし、ちょっと待って。今、逆らってるので、ちょっとこれダメな。逆らってんので、下に吹いてるんですけど、斜めこんな下に吹いてるんで、ここだと横に反れないと進まないので、横に、分かってるんですよ。ちょっと待って、あれ分かってんね。ちょっとね。このシュートリアすぐ出てくるから、肌つるな。横にちょっと反れて。風の影響を受けて進むので、それを考えないといけないので、この Y とか X を押して、方を変えて、こう進み、んで、まあ、下から吹いてるときは、こっちにやると進んで、まあ、風に逆らうときは、まっすぐにした方がいいかな。そうそうそう。で、まあ、どこ行って、逆やな。逆行ってんな、これ。こっちじゃない。こっちに吹いてるから、そうやな。これに沿ったらいいのか。なので、X を押して、これで、この辺ちょっと風のタクト似てんな、感じが。でも端から端に行けないので、もう上に上がらないといけないので、結局逆らわないといけないんですよね。あれ向こう見えてんな、島な、あそこ。ほら、あそこ島見えてる。あれ行こうか。で、これ乗ってる間にスタミナがね、どんどん、減っちゃうんですよ。だから早いこと、上陸したりね。まあ、時間かかりすぎると、スタミナの最大値が減少してきて、お腹が過ぎて、なので、肉をとかを食べないといけないんですよね。で、あと、陸地を目指さないといけないので、早くね、陸地を探さないと、えらいことになるんですよね。あ、でもこれ見え、わ、なんもない島っぽいねんな、これ。あ、でも向こうにもあんな。その向こうにも、あ、ロード入ったな、急に。ロード入ると何かあんのね、多分。最後に訪れる場所かもしれんな。よいしょっと。そういう意味で諦めなければ、割といける。ギリギリなスタミナと体力があっても、リスポーンしたらちょっとね、木の実とか食べて、木の実たり。逆らってるから、すごい、行かれへんな、向こうに。下に、行きたい方向にいつもね、逆方向に風が吹くのね、これ。これだから回った方がいいな、こっちに。これで、よいしょ。すっごい動け。風が流されて。そう、このゲーム、風がね、全部キーとなるので、あれな、行きたいな。あそこ、向こう側にも島ねんけど、ほら、あそこ見えてるやん。あ、2個も見えてんねん。あれ、ちょっと待って。行きたいけど、うわ、これでも風にすごい逆らわなあかんねんな。この間、階段行けるわ。これはいいわ。なんもないと思うから。うわ、すごいね。逆ら、全然進め。で、この、海の、この行ってる波のあれは、あと、ランダムなんですよ。だから、嵐とか起きると、めっちゃ大変なんですよね。もう自然に流されてもって、目的地は、もうめっちゃ逆らってるから進めん。ちょっと待って。これはあかんわ。あそこあるねんな、ほら。あるのよな。ちょっと待って。あっちに行かない。左の、なんか、ちょっともっとで、これでも行かれへんねんな。こっち。うわ、完璧あっちにさ、ちょっと待って。風の方、逆方向にあるから行かれへんわ。今言えてんねん、あそこ、ほら。あれ行きたいんだけど、あれ。あ、でもここ島いっぱいあんな。じゃあ行く、うわ、すっごい行きにくい。ちょっと待って。こっちから。向こうに入りたい。あ、でもこれまだ行かんでいいやつか。ちょっと、うわわ、すっごい行きにくい。
チャプターごとにね、船をね、改造できる。ポコクでね、結構解体とかしたりして、最初草やったんですよね。あといけるな、いけるけどぶつかるな、ちょっと待って。ちょっと待って待って、ここで。うわ、違う違う違う、乗らんでいい。押したいねんけど、押したいねんけど。うわぁ、じゃあ、とんでもないな、ちょっと待って。違う、押したい。ここなところではダメ。こんなところではダメ。あ、ちょっと押す。これ無理か。押したいんだけど。押す。違う、これじゃない。これはアイテムじゃなくて。どこや。押す。それじゃない。さっき押す。あ、やばい。体力ない。一回上がろう。ちょっと上がって。よいしょ。早くせんと。あ、流れてる。よしよし。大事。ちょっと待って。出航するで、ちょっと方を上げて、よいしょ。ちょっと方を上げて、はいで、よいしょ。もうちょっとこっちにつけたいね。ちょっと、め、ね、無理か。あ、いけるか。いける。ちょっともうちょっと大きいつけると流されるので、ここ、そうそう、ここでいい。これでいいわ。これでアンカーで降りてくれるから。これ探索。これは、まあ、いるな。とりあえず行って。なんもねえじゃん。ちょっと待って。ヤシの木、これはいるな。木はいらんとキャンプできない。ここか。あれだ。これ行ったんかな。ちょっと待って。行ってないな。ちょっと、あ、ちょっと、ここじゃないな。ちょっと行こう。これに行かない。これは、この、こういう塔のとこに、海岸のスイッチがあるんですよ。それを目指さないといけないので、で、これ見つけたときは、この、なんていうの、苔があるところを中心に登っていくと、上に行けます。この苔があるとこが、キーとなっているんですよ。行ける、登れるとこの行けるか、段差になっているので、で、他のとこ行くと、絶対行き止まりになっているんですよ。これ、ちょっとこれ難しいな。よいしょ。ある、ジャンプせんでも、こういうとこは自動でこうやって登ってくれるので、よいしょ。やった、これ三つ目来た。これで三つ目っすね。で、食料ないからさ、ほんまに次、行くとこ、ほんま急がんと、ちょっと仮面被ってるけどな。で、これをね、だいたい、チャプターごとに三つぐらい集めて、で、ある場所、ビーって光って、多分ある場所が黄色く、ない、ある場所とない場所とも探さなあかんけど。そこに行かんと、これないやろ。あ、そうそう、ここまっすぐあるじゃん。この、ここを目指すの。これ消えるので、この場所を目指す。この向いてる方向。上っすね。上に方向に、こっから上の方向に進むといい。でももう体力がないから、危ない、これ。ちょっと待って、慎重林と。夜になってきたからさ。夜になってもね、そんなテラリアみたいに強い敵出るとは限らないんですよね。なんで水のところに入った？ちょっと待って。相手は、食べ物がないねんな。食べ物がないから。そう、狩りするか。もういかんと、この体力やったら、なんとかいけるかな。出航しよう。頑張ろう。押して。なんでそんな、あ、じゃあ、これじゃない。じゃあ、ちょっと、なんで、あ、流された。ちょっと待って。押したいのよ。じゃあ、出航せんでいい。ちょっと待って。じゃあ、じゃあね。あ、ちょっと、押す。違う、ちょっと待って。体力ある。あ、もうあんだけしかないから、ちょっと待って。やばい。あ、もうこれがさ、そう、ほんま、これ、すごいやりにくい時ある。よし、もうちょっと、怒りがついてるから、押したいねんな。押したいのよ。一回いるか。ああ、戻された。ちょっと待って、それは、だから、そう、これな、これがあるからめんどいねな、ちょっと待って。出航できる。無理よな、多分。ちょっと待って、これはまずい。これはほんまずい。押す。流されてさ、ほんまに、すぐに押してくれたり、ドランで押して頼むから。
はい、あそこ押して、上、あ、いいな、斜め上か、これはこっちに吹いてるから、こっちに行かなかった、こっちにしよう、こっちこっちこっち、横に、横いうか、まあちょっと顔やけど、さっきの黄色の消えちゃうので、あ、そうそうそう、このこの上、ちょうど上側やったので、上側に進みます。ちょっとまあ寄り道できたら、ちょっと食料が探すか、まあ、死ぬとね、その集めたものが、あの道具とか以外はやり直しになっちゃうので、あのどんな難易度が低くても貝殻のスイッチがやり直しになっちゃうんですよ。うわ、どこやろ、この辺やったっけ、もうちょっと向こうか、もうちょっとこっちか、こっちだ、この辺やったような気がするけど、どこや、このなんかあったりやったな、うわうわ、当たった、うわ、どっか分からへんな、どっか降りなと、あ、でもここら辺やった気がするけど、でも島はないねんな、嵐なってるから、嵐の後視界がねすげえ悪なるんですよね。これでも流されてない、流されてるよな、おっと、どっち、横に吹いてる、ちょっと待って待って、そんな遠くなかったような気がするけど、じゃあ風がやっぱ邪魔、風ほんま邪魔、ちょっと、ああ行かれへん、ちょっとどこだこの、やばい、体力がさ、あーでもこの上やったような気がするねんな、見えてるとこがちゃうかったか、いやでもこの上やったような気がするけど、横か、ちょっと待って、これな、すぐ出てくるねんな、このチュートリアルがほんますぐ出てくる、でもここだと左かやねんな、うわ、風に絶対逆らわなあかんで、なんかそんな気するわ。このゲームの中で自分が行きたい方向と逆方向に風吹くことが多い。あれがどこにあんねやろ、あれ、あれかな、見えてんのあれかな、でもあれ遠いねんな。え、これ、あ、これこれか。下に向かってんのか。いやんな。んじゃあ、これ下か。こっちに向かうのかんのか。光は何これ。ちょっとほんま、向こうか。そう、進みたいけど。あれかな、黄色って。あれっぽいな。ちょっと待って。あれだわ。ちょっと待って。もうほんま逆方向行くのやめてほしいよな。ちょっと待って。体力持てへんねんな、ちょっと、ああもうめっちゃ流されてる、これでいこう、そうそうそう、いいな、ちょっと暑い夏はこれが一番やね、なんか最近ねサバイバルゲームばっかりやってるような気がするんだけどな、猿のとかさ、猿のゲームとか、さらに猿のゲームとか、えへ、このゲームなんか、まだ、やれることがね、そんな少ないから、まあ、クラフトはあるけど、
ただね、敵が強い。なんかイノシシとか大変。なんかね、やり方いろいろあって、身をかがみながら、うわもうなんか全然進めんな。風が逆、丸逆方向。あれでもこれ違うな。色が違うねんけど。あれこれに向かってるな。今見たら。真ん中に違うかな。で、どうなってる？うわぁ、どこにあるか、ちょっと。この2個はないんやろ。ここ2個あるって、これのことか。これのことやんな、見えてんのが、多分。うわぁ、もう体力が、これ、だから撫でてんのやな。よいしょ。うわぁ、肉でちょっと回復させるか。このヒョールすんのはちょっと大変やねんな、多分。やで、多分上に行くとか。風ほんま邪魔やわ。うわぁ、もう風がさ、すんごいじゃん。うわぁ、もう全然動けん。全然動かへんのけど、ちょっと待って。すっげえ真横に吹いてる。あそこにもなんか島あるな、ちょっと。これ、砲ない方はいいかもな。砲ないとね、なんかオールでこくんですけど。そっちの方が楽やってんな。でも上になんかあんな、こう。島が欲しい。ちょっと島ないと。岩かな、これ。あ、ちょっと島っぽいな。左の方。あ、行かれへんのとこだ。これ、やばい。うわ、きついよ。そっち、そっち。おぉ、ちょっと待って、ほんま進まん。うわぁ、全然進まんと思った。進路変えよう、ちょっと待って。よいしょ。体力はだいぶガッて減ったな、今。ガッて減った。左に、島が一応、あそこに一回降りようか。あ、降りてないやんな、まだ。あ、違う。ここに向かってるわ。ここじゃあかんのよね。なんもないね。ちょっと待って。それはあかんわ。うわ、どこ行くんやろ。ここじゃあかんねんな、まあ、一回そこ降りるか。でも食べるもんないな、そこ多分。ここも食べるもんあるかな。左もなんかあるけど。わわわ、ちょっと待って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 。それはあかん。動けんかな。いっか。もう体力がね、そこに置いて流されへん。大丈夫？まあ大丈夫か。怒りあるから。食べるもんあるかな。ちょっとでも欲しいねんな。でも。あ、音してる？たまに変な音鳴ってる時で、敵がおる時あんねんな。でもなんもないなぁ。ガサ入れしたかな、ここ。ちょっと待って。うわぁ、なんもないわ。これ死ぬしかないんじゃねえかなぁ。草とかいらんし。うわぁ、もういける体力ねえよ。ちょっと待って。これは。うわぁ、なんもない。これはあかん。あと一回がラストチャンスか。どこ行ったらいいねんな。ちょっと待ってよ。あ、上でも上全然行ってないよな。近場近いな。ちょっと待って。うわ、ガッて減ったな。何もなかったな。な、食料ないねんな。
ちょっと上がって上がって上がって早く。じゃあそれじゃない。出航して。そのまま、そのまま吹いて。そう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 、いいよ。出航。行け。行って。うわぁ、こうや。危ない。当たる。あれが見えてねんな。あれが、ここに、なんで逆や。こっちに行かなあかんねん。え、ちゃうわ、向こうに見えて。え、逆か。こっちか。わぁ、わからんな。下に二つ光があって、これがこっちやから逆か。上に行きたいから、あ、じゃあ風で、上に向いて、そうそう、上やから逆や、これ。出航だ、風の方向に、風の方向に方を上げて、よしよし、いいよ。これで、もう体力ね、ちょっと待って。上の方に行ってみようかな。上の方に。いやー、今回何もないな。チャプター1の時は割と島はめっちゃあって、何もないとこ多いけど。まあ、なんとか肉とかは、過去で。あ、でもあそこなんかあるな。いける？この距離で。あ、でもいけるか。風利用したら。これなんかね、PV とか見てたら、チャプターごとに船が変わるの結構デカなったり、そう、船がすげえデカなって。あ、そうや、あれじゃないか。行くところ。いける？体力。まあ、敵とかリスポーンするか、一つの島にとどまって、ある程度稼いで帰ってもいいんだけど、割とね、他のゲームに比べてリスポーンする時間が遅いのよ。すごい遅い。石ばっかり生産されてさ。よしよしよし、いいよ。ただね、ちょっとね、チャプター5で分かれてるから、ちょっとじっくりできる。その別シーンでも、ラインナーゲンカったらチャプター2からでも始めれるんで。まあ、やり直しのすぐ効くゲームと思ってか。ここかな。これやな、これや。これ行くとこ、これ。やった。体力なかったよな、もう。いけるか、これ。この体力で。体力がなくなるとね、ヒットポイントがね、あ、これ、よし、降りよう。やった、ここやついた。海外のスイッチがあると、ちょっとこれ回るか、歩いていかなか。ほとんど走、あんなちょっとしか走られんからな。ここにね、スイッチがあって、それと連動するんですよ。これ、これね、これが連動するので、スイッチを押してると、これが押すことができるんですよね。で、これで、次行って、これが3つあるので、3つ貝殻を押してるので、これで進むことができます。うわ、もう、うわ、もう体力ほとんどね。ちょっと待って、あ、光、光っちゃって。して。オッケー。次のチャプター行くとね、体力が満タンなので。シュ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 。やったー。クリアできた、ここ。おわ、セーブもした。いいね。手動でもね、セーブできちゃうので。移動と手動と。やったぜ。なんかボスっぽいねんけど。嘘！ボスじゃんか。そんなん聞いてないやん。体力。なんか言ってるな。そんなんなかったじゃん、今まで。え？ちょっと待って、待って、待って。体力ねえねんけど。あ、あったあったあった。ちょっと待って、それか。あったあったあった。ちょっと待って。
あ、もう疲れてる、やばい。あ、やばい、美味しいの。それもう壊れかけてる。あ、ちょ、体力ないか、何もできへんねん。ちょっと、お前、ずるないか。あ、え？勝った。やったぜ。死にかけてるけど。あ、そう。こんなストーリーあんの、一応。消えた。危ない、危ない。お。お、なんか、なった？なんもなってない。あ、レシピ覚えた。一回ちょっとセーブしてね。セーブしとこう。よしよし、行こう行こう行こう。走られへんの、もう。汗かいてる。早く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 。ちょっとしか走らないから、ちょっと待って。お腹空いてる、お腹空いてる。早く。しゃやった。入った。ここでなんかね、スキルをね、なんか手に入れたもので買うことができるんですよね。買うというか、あ、これで壁画、そう、壁画が出てくるんですよ。次の壁画か。わあ、なんか捧げたみたいなのか、いけねえかな。で、うおーってなんか力手に入れた。こうなんかね、壁画が横にあって、チャプターごとにね、解放されるっぽい。ということは、あと1、2、3はいるのか。でも、こっち、あ、もう、体力が回復してんね。よし、OK。押す。あ、戻っていいのか。出航だ。え、違うやんけ。ちょっと待って。じゃあ、よし。出航だ、行くよ、出航、時間がない、急げ。まあ、基本はね、サバイバルが中心なんで、クラフトしたりね、アイテムで。まあ、いつもクラフトでして、うわ、え？焚き火を作ったり、焚き火で肉を焼いたり。で、なんか入れる拡張、物を持って拡張できる袋を作ったり、まあ、武器を作ったりですね。うわ、なんかすごい綺麗な。これ何？かっこいいな。すごい。もう。な、あれ、風で押されてるから早い。気持ちいいな。長ないか、ちょっと。着いたか？着いたっぽいな、向こう。
おお、なんか魚いっぱいできてる。わ、時間間に合うこれ。あとちょっと入れ。あ、いけいけた。あれ、買うとこなかったな。過ぎたんかな、前は。あ、ここか。ここでか、なんか。ちょっと待って、一回降りて。降りてから、よいしょ。これでお供え物を、これと、で、線、あ、シャドウ足らへんね。どうすんだよ。これが、そう、抑えます。これがね、これでスキルを少し増える。これカットか。あ、これでも、え、今火炎買ったっけ。え、もう一個いける。あ、もう一個いけるか。これがなかったんか。まあしゃあないな。あ、これとこれしか無理なんか。あ、そう。しゃあないな。これでも次行くか。わあ、時間いけるかな。よいしょ。これでもあれで飛び込んだ次のチャプターっすね。じゃあ押さなかな。それで X を押してこれで出発。赤いじゃない、回のスイッチを押すのは一回わざと死んでやり直したらなんかね、お金みたいなのがねプラスアルファされるんですよね。それは継続なんで一回押したらやり直したんですけども、お金みたいなやつはなんか手に入るのでそれでなんか稼いだ方がいいかな。うん、それなんかチャプター1でなんか分かったわ。これで新しい次になると新しい素材が出てくるのでそれでね船の強化とかできちゃうので、多分ね海にあの船ごと多分置き去りにされてるのでそこから冒険ですね。ロード長いんだよな。一番最初のその読み込みだけ長い。しかもあれだな。長いのよ、なんか。こんな感じですね。これでもう一回、続きですね。ここからになりますが、進めときます。面白くなったら見せます。まあがいてみる、ちょっと。よし。以上です。今回グズでした。また見てな。じゃあね。